ホームの大宮からメンバーご紹介いたします。ゴールキーパー南です。茂木、西村、新里、小野の4バック、大橋、三幸、矢島、右に富山、河田、柴山というメンバーです。一方新潟のメンバーです。ゴールキーパー小島です。長谷川、マイケル・ジェームズ、千葉、堀米、中盤島田、高木、義明、星と並んでいます。右に一平、篠塚、真ん中谷口、左本間です。これちょっと短くなる。矢島、いいところで奪ってミドルを狙ってきた。かける、いい形、柴山ターンした、矢島がいる、矢島のところ、矢島折り返し繋いでいきます。マイケル、うん、これも高い位置、柴山ラストパス、マイケル、よし折り返す、大宮波状攻撃、ニアサイド、鎌田敦史先制、大宮高い位置で奪い切って取り切った。幸先よくスタートしました、ホーム開幕戦。ショートで始めます。本間、島田が後ろ構えてる、ファーサイドこぼれてくる、一平しますが中、千葉がフリーだ。千葉和彦フリーでした。よし、本間、高木、押しです。押しは逆サイド、大きな展開、長谷川です。長谷川仕掛ける、縦勝負、長谷川拓実振り切った。一平、篠塚のシュート、南ビッグセーブ。長谷川内側で欲しい、一平、篠塚、高木、義明が深いところ取ってくる、中を見る、長谷川がニアに入ってきた、その後ろ、南、谷口のシュートでした。柴山斜めに来る、富山、柴山行く、柴山、うん、自陣から出てきました川田敦史、中野誠也が抜けますが使わずに後ろ、三幸です。近く小野、内側で受けた小野は外へ、柴山、中を見る、川田敦史、飛び込んだ、今日2点目、これぞエース川田敦史。柴山のクロス、キーパーの前で触って川田、大きな追加点です。大宮本間が行く、本間シオン、本間シオン、本間シオン、パスにした、うん、高木義明、オンサイドありません、1点返した新潟。本間の仕掛け、仕上げたのは高木義明、これぞ本間シオン。ここね、少しこうちょっとこうガチャガチャしながら、でもこうなんとかね、こうフィジカル的にも耐えてよく出しましたね、このラストパス。高木義明、左
左、ちょっとこのキックがミスになりました。茂木と堀米の接触、拾った伊藤亮太郎、本間志音、本間が行く、パスにした、一平シュート、同点、2点差追いついた新潟、また本間から、いい守備から伊藤選手も、ね、しっかり回収したところで、まあ、本間選手この状態で持たれるとやっぱ飛び込めないので、まあ、寄せきれないところを、まあ、いいクロスを上げさせてしまいましたよね、はい、抜けた、チャンス、シュート、こぼれる、シュート、ポストです。矢村のシュートはポスト。本間、一平篠塚、一平篠塚、鋭いボール、新里狙ってる、セカンドボール拾う、松田栄太郎、こぼれて藤原、ラストパス、いやー合わない、山田からスペース、吉田が来る、吉田が、堀米の勝ち、ここで試合終了です。2点先行した大宮、2点を追いついた新潟、2対2、勝ち点1を分け合う形となりました。